こんにちはです。はい。はい。今日はですね。はい。まあ、もう5月なんですけど、まあ、この時期ですね。おそらく流行っているであろう、ネットワークビジネスですね。はい。についてちょっと話したいと思います。はい。っていうのは、だいたいこの、あれなんですよね。流行ってるであろうっていうと、まぁ、ちょっと違う気がするんですけど、この、まぁ、新社会人になって、で、その新社会人っていうのが、まあ、結構な、いわゆるカモなんですよね。うん。まあ、というところでちょっと、こういう話をですね、したいと思います。はい。ちなみに僕は、まあ、嫌いですね、ネットワークビジネス。嫌いというか、まあ、どうとも思ってないんですけど、まあ、ちょっとうんこだと思っているので、まあ、僕がやることはないですね。はい。で、そう、ちょっとね、誘われた話をしたいなと思うんですけど、今まで、ちょっと数えてみたら、だいたい5回ですね。はい。ありました。それをね、ちょっと話していきたいと思います。まず、1回目は、確か大学生の時になったと思うんですけど、まあ、ちょっとしたコミュニティの先輩ですね。その人は2年目ぐらいだったのかな。で、学生の時になんか言われましたね。ちょっと仲良くしてて、その人ん家に遊びに行ったりとかしてたんですよ。で、それで、なんかの下りで、なんかお茶しないみたいな感じになったんですよね。で、渋谷だったのかな？あれ。確か渋谷だったと思うんですけど、新宿？まあ、そのあたりの喫茶店でみたいな感じで、まあ、お昼にお茶したんですよね。で、その時に確か言われたかなんかで、次は、ちょっとね、覚えてないんですけど、で、その夜だったかな？かなんかに、なんか、お姉さん二人がさらに来て、まあ、あっちが、まあ、アムウェイさん、三人で僕一人みたいな感じで、なんか、そういう飲み会みたいなのになったんですよ。で、なんか、そういう無理やり誘われるとかではなかったんですけど、まあ、なんか話の話題が、ちょこちょこそのサプリとか、なんか健康みたいな、そういう話に移るんですよね。自分はその時、まあ、社会人になりたてだったんで、まあよく分かんなかったんですよね。そういうものがあることも知らなかったし、もうだからまあ、みたいな感じだったんですけど、なんかあんまピンとこなかったんですよね、その内容がね。だから多分やんなかった。ちょっともうやりとりをね、覚えてないんですけど、こんな感じでした。はい。で、二人目が、社会人になった後ですね。高校の同級生から、まあ、電話じゃない、LINE が来たんだっけかな。で、やりましたね、じゃあ、ね。なんかお茶しましたね。それは本当に渋谷だったと思います。で、
そのアムウェイのなんか 本社かなんか会社が確かあるんですよね。で、多分近いところだったんじゃないですかね。まあそこに行きましたね。で、なんか話して、それで何どう儲かってるみたいな。いや、まあ新社会人だからまあ別に儲かってはない。もし、なんか、別に、うん、な、困ってるみたいな話になって、そんなに別にね、困ってない。で、なんか洗剤の話とかをしてくるんですよ。ちょっと、ね、意味わかんないじゃないですか。その、男同士で洗剤の話なんてしますか？洗剤が良くて、鍋だってちょっと分かんないですけど、まあ、そういう話をしてくるんですよね。でその時もアムウェイを知らなかった、あ、知らなかったというかさっきのところで知ってたんで、なんかそれアムウェイってやつみたいな見たら、ああそうそう、なんで知ってんのみたいな感じに確かなりますね。はい。で、そうですね。で、なんか、まあ、結構なんか説明された覚えがあります。なんか DVD かなんかをもらったんですよ。これ見といてみたいな。でもちょっと見ずに捨てましたね。はい。で、その時もあんまりネットワークビジネスって知らなかったんですけど、まあ、うん。うん。まあ、それっきりですね、その友達と。まあ、その友達は友達ではなくなりましたね。5つあるって言いましたよね。あ、3人目はこれちょっと未遂で終わったんですけど、まあ、友達の結婚式ですかね、行った時に、まあ、後輩がいるんですけど、その後輩がなんかやってたんですよ。で、まあなんかまあ、その飲みの席でですね。うん、まあ、今何やってんのみたいな話をやって、まあ、その後輩が、これから独立するんですよねみたいな言ってたんですよ。で、まあ、僕もその頃は、すでにフリーランスだったか、会社作ってたかなんかの時だったので、まあ、一緒だね、みたいな。何すんのみたいな話をしたら、まあ、アムウェイっていうのをやるんですよ。言うもんだから、ちょっと笑っちゃいましたけど、うん、ああ、そうなんだね、と。あ、聞かなかったことにするわ。まあ、頑張って。みたいな感じで終わりましたね。そう、俺にはやめてね、みたいな。で、ことなきを得ましたね。まあ、その人はうまくいってるのかは、知らないですね。はい。4人目が、なんか、エンジニアの勉強会で知り合った人ですね。で、最初には、最初は普通になんかご飯かなんか行ったんですよ。で、僕もそういう勉強会、行く、まあその目的の一つとして、まあその友達を作りたいというか、まあなんかそういう輪が広がればいいなという思いでも行っていたので、
あ、全然行きましょうみたいな感じで行ったんですよね。で、そしたら、まあその1回目は特に何もなかったです。で、2回目、ね、どっかでなんかお昼行ったんですよ。の、お茶かなんか。で、その時に、なんかね、僕がちょっと地雷踏んじゃったんですけど、なんかどういう話で、なんか自分が言い出したんですよ。なんか、ネットワークビジネスとかやってるのクソですよね、みたいな。なんかの振りでそうなったんですよね。で、したらその人がやってたんですよ。そしたらなんか、ちょっと、切れさせちゃったっぽくて、なんかめちゃくちゃ説明してくるんですよ。いや、それはこうじゃなくて、いや、何か、世間的には、そういう風に言われてるけど、そうじゃなくて、みたいな。やっぱ永遠に言われるから、あ、こいつ終わってんなと。で、まあ、なんか話半分聞いて、まあ、その場を後にしましたね。で、まあ、それ以来は、まあ、一切話すこともないです。はい。なんか、その人だけやたら、なんか年一ぐらいで LINE が来るんですよ。明けおめみたいな。ちょっと、こんだけ無視してるのに送ってくるのかちょっとよくわからない。この男女じゃないじゃないですか。その男女の関係なら、まあなんかそういうのもわからんでもないですよ。男男ですか。まあちょっと気持ち悪いです。5人目は、家事代行サービスの人です。まあ、3、4年前ぐらいですかね。まあ、ちょっと、ね、使ってた時期があったんですよね。で、なんかまあ最初は別に何も言われなかったんですけど、なんかね、まあサプリメントとかをやたらなんか突っ込んでくれるんですよね。まあ、置いてあるじゃないですか。ビタミン C とかなんか、その、あ、普通のやつ、成人男性が飲むようなやつ、置いてあって。これ飲まれるんですかみたいな。聞きますかみたいな。なんか、意識高いですね。みたいな。そういうこと言われるんです。でも別に、そんな別にね、なんか意識してなんかしてるわけでもな、まあ別に、あ、そうですかね、ぐらい。で、それが何回か続いたんだって。で、その、まあ、痺れを切らしたんでしょうね。しゃあない、そう、覚えてる。ああ、じゃあなんかいいサプリがあるんですよ、みたいな。なんかそんなことを言われたんです。もしかして、アムウェイみたいなことを聞いたら、あ、そうなんです、そうなんです、みたいな。で、いや、実は今日、偉い人の誰々さんっていうのが何か来て、意味わかんないみたいなのも、まあ、10分ぐらい説明されたんですよ。まあ、掃除はね、ちゃんとしてくれてたんで、まあ、そこに対しては、まあ、なんかですね、感謝はしてたんですよね。まあ、やることはちゃんとやってくれてたんで。ただ、まあ、それがあって、ちょっと、ダメだな。この人、それ系かと思って、ちょっとやめちゃいました。っていうのがありました。
多分人生で5回ですかね、うん、でいずれもまあそのなんですかね、あのちょっとだけちょっと遠い友達というか知り合いというか、あの近い存在ではないんですよね、うん、まあ、だまあ、あっち側としてもそういう人をターゲットにしてるんでしょうけど、まあ、そういうのがあ、そういう感じでしたね、うん、まあ、その高校の友達とかもちょっと話したことあるぐらい、まあ、友達の友達だって何回か遊んだことあるぐらいで LINE だけ知ってたみたいな感じだったので、このね、まあ別にどうでもいいんですけど、この類の話って、まあ友達を売ってるんですよね。友情をお金に変えるみたいな、そういう感じなんで、まあその時期というか、その瞬間的にはいいのかもしれないんですけど、まあ、長い目で見たと、見るというか、まあ、十中八九、いいことにはならないと思いますよね。はい。ですね。で、まあ、うん、そうですね。はい。ま、うん、そうね。うん。で、アムウェイやってると、やっぱね、省かれるんですよ。あの、仲間内からもね。省かれちゃうんで、まあそういう、なんか行事とかにも呼ばれなくなっちゃう。まあ、それでも別に、良ければいいんですけど、まあ、そう、だから、うん、なんかね、グループラインとかあるんですよ、仲間内のね。もうさ、アムウェイやってるやつは、まあそこにはいないですね。ちょっと意図的かはわかんないですけど、まあ多分、まあ意図的ですね。結構悲しくないですか、そういう。はい、なのでアムウェイを勧めないでください。縁を切ることになっちゃいますよね。